前科三番893番ちょいき太郎です。本日のお話はお待たせしました、最強の頭、頭の話です。もうこれはね、最初からもうちょっとかなりもうずれてるっていうか、ずっこけてる話なんで、本人の名誉のためにも喋っていいかどうか思いましたけど、まあいいかと思いまして喋ります。当時その頃ですね、当時ってその20年30年ぐらい前に、私どもみたいな末端のとこはできないんですけど、本家っていうか本部とか資金がある人たちはそのディナーショーっていうことをやってたんですよね。なんかホテルを貸し切って演歌歌手とか呼んだり、プロレスの興行を打ったり、だから本当に本家の親分がディナーショーをやる、そのもう本当にすっごい演歌歌手とかですよ、もうそれが当たり前だったんですよ。で、一緒に歌を歌ったとか、写真がその事務所に、あとお相撲さんを呼んだりとかね。で、それが結構なしのぎになって、みんなそうなるとその有名な歌手が来るから、結構高い券で売れたわけですよ。すげえなって、もうそれがやれるのがもうディナーショーをやれるなんて、もう一流の親分衆でさ。さすがに、うちはそんな子そこまでできるあれじゃないから、あの頭が見てて、ええな、あれ。うちもディナーショーやろうや。いや、そりゃ無理ですよ。いやいや、そんなでかいのじゃないんだわな、と。スナックとか借り切って、そのディナーショーっぽい、それはもう、あの、呼びは来るんだから、いくらか取りゃ、あの、みんな来るんだから、それはできるだろうって、あれとこれとこれとって、だいたいもう2、30人呼んで、同伴で来れば、5、60人になって、1万円ずつもらえれば、5、60万になるだろうって、もう、単純にどんぶり勘定なんですよ。だから、その50万が儲けになるだろうって言うけど、いや、その店どうするの、借り切ったって、女の子たちもっていうか、そんなこと本人は計算してないんだ。やりたいんだって言うから、もういいんじゃないですか。でも、自分らの年代、お前の連れとかでもみんな呼べるだろう、そりゃ呼べますけど、でも演歌はちょっときついですねって言ったら、そうか。じゃあどういうのがいいんだって。まあ私なんかが今だと、やっぱりあれじゃないですか、その今のあれだとって。ちょうど私は YMO、イエローマジックオーケストラ、ライディーンとか流行った世代なんですよね。その坂本龍一さんですよ。戦場のメリークリスマスとかの。その時をリアルタイムで中学から出てるんで、その電子ピアノとか、シンセサイザーとか、そういう楽器ですよ。あの、そういうのだったら多分持ってこれると思うし、やれるんじゃないですかって。もうロックとかそっちじゃないですよね。そういうのがなんか先端っぽくてかっこいいし、お金取れるんじゃないですかなんて。適当なこと言って絶対連れてこれるわけないし、もう自分としてはもうやりたかないですよ、そんなこと。何にも楽しいことないし、めんどくさいのこっちだけだし、ただ本人は金集めの方面で言ってるんで、まあそういうのが連れてこれればですけどねって私は投げたわけですよ。頭は無理でしょ、そんな人脈ないでしょっていう風にして話を終わらせたかったんです。そしたら、なんとかしろ、おー連れてきた、おー話ついたね、ようわからんけど、わしの知り合いが兄弟分の先からそれができるらしいわ、電子なんとかがあって、あ、そうですかっていう話で、もうこれは親父に言わんでいいからな、もうこんな話はなっていう風に言われたんで、要は組長に言わなくてもいいからな、こっちでやるって、最終的に上がりのとこだけ持ってけばいいってことを言ってるわけですよ。そんな内容道中の話はせんで、上がった金額をこんだけって持ってって、あとは若い衆で分ければいいって言ってて、絶対自分で一人でどうにかするつもりなんだろうけど、自分ら小遣いもらえるかもらえるか分かんないですよ、そんなのって思ったんで、でも言うなよって2回ぐらい言われたから、これは言っとけよだなと思ったんですよ。お前の口からうまく言っとけよっていうことだっていうのを分かったんで、自分が運転してるとこ合間見て、いや、あの、おやさん、実はあの、頭がですね、おやさんのために、あの、今回あの、なんかディナーショーみたいな、ちっちゃいやつですけど、そういう風にやろうとしてるんですけど、どうですかねっていう、やりますって言った時に、あれなんで、伺いを立てるような、私はそこの辺上手なんで、もうええやないかってやったら、って、そうか、ええことやないかって、こうなりゃいいんですけど、あ、こんなもんお前、しゃらくさい、え、誰がこんなもんええっつったんだって言ったらもう終わりなんで、もう本当に何が基準かわからないですよ、偉い人は。怒るところの加減がいいか悪いかっていうのは。なんで、私はそういう言い方、おやさんのために、いう言い方すれば、おう、そうか、おい、やれやないかって話になって、そしたら、どういうのね、いや、ちょっとさすがに、あの、演歌とかは、じゃなくて、最近の曲でっていう風にして、じゃあ姉さんも、え、どういう、いや、なんか、あの、頭が、シンセサイザーとか使える人とか、あの、呼んでくるって、でも、モノマネとかその程度じゃないんですかって言ったら、あ、そうって、なんかそれがどんどん広まってって、みんな行きたい行きたいっていうことになって、じゃあ、
そのうちが面倒見てる一番大きいそのクラブをもう貸し切りでみたいになっちゃって、みんなすごいなんか、こんな簡単にうまくいくのみたいな話になっちゃったんですよ。って貸はなんかね、なんだお前言ったんか親父にって言いながら、いやちょっともう言っといた、おそうか、いや親父にも頑張れよって言われて、いやなんかえらい大きくなってなって、あの規模が大きくなって、おこれ張り切らなきゃなみたいになって、じゃあその当日ですわ、もう結局剣売るどうのこうのじゃなくて、もう口約束で来てもらうか、最初にってどういう風にしたか知らないけど、まあまあそういう形になって、まあわしの当日お客さんとかいろいろ大変なんで、その歌の人とか来たら頼むぞって言って、で連絡取ったんですよ。で電話喋ってるとなんかおじさんっぽいんですよ。あ、マネージャーかなんかかなみたいな。今だったらその検索してどうこうだけど、そんな知らないから、そんなのないし、まあそんな一流ではないのを分かってるんで、そしたらなんか普通のおじさんが普通のなんか助手みたいのを連れて大きな箱を持って、昼ぐらいに何ですか、練習みたいなやつをしたいっていう、セッティングみたいなことをやりたいからと、そんな、まあまあまあ言うんならって、まあ昼から空いてるからいいですよって言って、箱から出して、電源はどこなんですかねって、いや、電源ここでって言ったら、なんか箱から出した、なんか変な機械と、外国のこけしみたいな、もの人形みたいに出して、スイッチ入れて、ビヨーン、ビヨーン、ビヨーンって、なんだこれ、じゃあ自分びっくりして、まあ、後で分かったら、そのテルミンって言って、ロシアかなんかの電子楽器なんですよ。電子楽器なんですよ。で、こけしみたいな、マトリョーなんとかって言って、なんか人形、ロシアの人形、可愛い人形みたいなやつを二つ並べて、本気でなんかビヨンビヨンビヨンって、二人で、とかやって、いや、ちょっと待てよと、これはやばいぞと、本当の話なんですよ、これ。嘘みたいな。びっくりして。本人たちも真面目で、これで演奏、演奏で、歌はこれはないんで、まあ、節をつければ、あれですけど、歌はないんで、これは演奏です。で、これはですね、1920年だか30年のロシアのと、まあ、ちょっと待ってください。慌てて自分、頭に、その、事務所経由して、頭偉いことですって言った。まあ、何なんだ、わしは忙しいんだ。説明書に、説明ができないですよ、自分。大変なんで来てくださいって。わ、もう来て、見てくださいって見て、さ、頭も、はぁって。いや、ね、いや、これはって言って、ビヨンビヨンビヨン。ね、人形から音が出る。この手の動きとこの音と音階が、どうするの？いや、ブチ切れて壊すんかなと思って。まあ、これは、演奏じゃなくて、手品。マジックショーにしようと。マジックショーにしよう。もう、この、不思議な音色を奏でる。お前なんか、うまいこと言えやって。マジックショーだ。いや、確かに初めて見たし、びっくりするんで、音も不思議な音が、部屋中になんか、うなり声みたいな、その、ウィラリってなんか、不思議なんですよ。そんなに上手でもないし、みたいな。これ、やっぱりぞってなって、どうしようって、もう、いや、やらなあかんわけですよ。で、さすがね、やっぱりそういう時かしら、おい、来校連絡して、お前、歌を歌ってもらえるようにしてくれ。いや、でもどうやって言うんですか、こっから。いや、あの人は一杯飲ませて、おだてて、曲流しちゃ歌うから。な？そんなもんこれで代役でやってくれって、ああでもない、こうでもない、いや、喉の調子が、これは、曲順がどうのこうのって、しゃらくさい、めんどくさいこと言うから。しゃらくさいって言っちゃうけど、うまいこと連れてきて、いい椅子に親父の横に座らせて、ここからスペシャルとか言って、お前やれって。って。そんな、でも、そうじゃないと持たんぞって。じゃあ、そりゃ、あんたのせいだって、もう、責任が全部自分になってるんですよね。お前が親父に言わりゃこうならんだろって。まあ、確かにそうですけど。で、この、なんか、電子楽器を使うおじさんたちは、別にキョトンとして、いや、私らは、手品師でもマジックでもないんで。いや、ええんだよ、そんなことは。もう、こっちが言うから、それ合わせてくれりゃいいんだからって。いや、わかってるけど、見たことない人たちも、そう通るから。もう、ここはいいから。でも、とにかく納得して、ね、その、頭が話した人に紹介してくれて、これこれこうでって説明して、なんとか、もうそれもないとおかしいし、いや、いっそのことやめてもらおうかと思ったけど、なんか不思議な楽器って、もう、ちょっとずつ変えていくしかない。もう、これやるしかないぞって言って、もうマジックショーみたいな形にして、始めたんですよ。みんなびっくりしてますわね。だから、その時に起点を聞かせて、子供も、
来ていいです。子供は無料。え、いいのって。みんなその夜の世界に子供ってあんまりだから、子供も連れてきてくれ。子供は無料っていうことで。そしたらそれやりだした子供がうわーって受ける。すごいすごいって。そりゃすごいわね。そんなもん。みんな見たことも聞いたこともないから。それでまあ、子供の心を掴んでどさくさに紛れて、それではって言って曲流して、代行にもういい調して、もうずっと歌わして、人気切らして終わらしたっていう。びっくりしましたよ、本当に。だからまあ、結局成功だったんだけど、もう後になって冷や汗かいたなって。その内輪でやったからいいようなものの、もう結局ね、儲かったか儲からないか分からないですよ、もう自分はね、もう。なんなんだ、あれって。なんなんだって言うけど、いや、ああいうもんらしいですよ、なんか。今先端のこれからみたいですって言って、すごいごまかした記憶があって、もう前からこれ話したかったんだけど、いろんな方面に迷惑かけるかなと思ってね。別にテルミンが悪いわけでもないし、ロシアが悪いわけでも、マトリョーシカが悪いわけでもないけど、まあ、いろんな食い違いでそういうことがなった。今だったらね、検索して一発で分かってそういうこともないんだけど、昔にあったね、本当にハプニングみたいな面白い話っていうことです。はい、ありがとうございました。